はい。あ、いかがですかね。以前6月にもお話しさせていただいたと思うんですが。いや、それから全然状況一切変わっておらず。あ、です。やはりまだちょっとご相談っていうのは難しい状況でございますか。いや、こっちも困ってるんですよ。だから困りました。そしたらまたこちらも状況確認ということで、また改めてご連絡差し上げたいと思いますので。そうですね、どうしたらもんかと思ってるんですけど。ただね、岡田の方はやはり相変わらずだるいですね。で、あのネットの方でね、あの、はい、死ね死ねとか言って言われてるんですけど。誰にですか。誰か分かりませんけど。どういうお話です。あの、またちょっとね、あの最終的にご連絡差し上げたいと思いますので。人間のクズだとか死ねとか言われてるんですけど。ええ、借金は返せよっていうふうに言われて、返せないからあのこうやってお話ししてるんですけどね。はい、困ったもんですよね。アイフルさんが関係してるわけではないんですもんね。ではないですね。ね、は一切ございませんので。わかりました。はい、お疲れ様です。またあの状況は多分変わらないと思うんですよ。でどうしたもんかちょっと考えてほしいんですけどね。僕もこちらとしても、状況もね、検事様の状況も分かるんですけども、まあね、ちょっとこちらもやはりご連絡もね、ご相談ということで、なかなかね、差し上げないので、でまあ、少しでもの、まあね、お体がまず優先なんですけども、はい、お体治って仕事が決まってね、少しずつでも分割のご相談っていうのはこちらいつでも、あのご相談に乗る準備できておりますのでね、またですね、改めてご連絡は差し上げたいと思うんですけども、その時はまたよろしくお願いいたします。お疲れ様です。はい、どうもすいませんでした。失礼いたします。